はい。では、このチャプターでは、体の制御をしていきたいと思います。前回でですね、こちら体の上半身の部分については、メッシュを切ってあると思うんですけど、この下半身まだメッシュを切っていないと思いますので、こちらのメッシュ化からやっていこうと思います。ではですね、こちら、ツリーのヒップのアタッチメントから、このオプション、メッシュのチェックを入れていただいて、メッシュ編集からメッシュ編集モードに入ります。メッシュ編集モードになりましたら、こちら分離していただいて、こちらですね。このアタッチメント一つだけ表示するようにして、作業しやすくします。ですね、前回までの内容だと、こちらトレースで、こうある程度こう形を定めてみたいなことをやったと思うんですけど、今回はですね、ちょっと複雑にリギングをしていきたいと思いますので、しっかりとメッシュを切りたいと思いますから、今回からこの作成ツールで一つ一つ自分で頂点を切っていくようにしてみましょう。では、まずですね、こちらですね、ざっくりとアウトラインの頂点を取っていきますね。作成ツールにしていただいて、こちら隅の方からドラッグ&ドロップをしますと、こちらオレンジの線が表示されますので、こちらでざっくりとですね、こちらアウトラインを囲ってあげます。なるべく余白が出ないようにですね、することが重要になります。こちら余白があればあるほどですね、こちら実際のゲーム画面での描写の重さがですね、大きくなっちゃいますので、基本的にこの余白、不透明度ですね、透明な部分っていうのはなくしていくように心がけるようにしてください。はい。ではこちらアウトラインを囲み終えましたので、削除ツールに切り替えまして、余分な頂点とラインを消していきます。クリックしていただければ消えますので、こちらどんどんと消してください。こんな形ですね。アウトラインをこうやって取るときの基本的な考え方ですけど、まあ先ほど言ったように、アウトラインに沿って余白をなくすようにっていうことなんですけど、追いすぎても後々ちょっと問題が起きますので、なるべくこの最小単位でできるようにっていうのをまず心がけてください。でですね、なるべくこの左右の対応する頂点の数が均一一緒になるようにしていただけると嬉しいです。こちらですね、この頂点はこの頂点と対になってるよ、この頂点はこの頂点と対になってるよ、みたいな形ですね。一応左右対称みたいなパーツでしたら、左右対称のこの数になるようにしていただけると嬉しいです。こうしましたら、次はこの中の頂点を打っていきますので、こちらオプションから現行のチェックを入れていただいて、中ですね、ちょん、ちょん、ちょんと、頂点を増やしてあげます。こちらはなるべくこう、正中線というかですね、体の前面の真ん中のラインに沿うように取ってあげるといいですね。でですね、こちら、こことここの頂点、対になってると思うんですけど、その真ん中にもですね、頂点欲しいので、こんな形で平行になるようにしてあげると、後々制御しやすいですね。こちらもこことここの制御しやすくなりますので、こんな形です。で、今回立体的な制御となりますので、このままだとあんまり、こう、立体的には動いてくれないんですね。基本的な考え方はですね、このメッシュ切るときにボックスとなりますので、こちら、前面の面ができているので、こちら、横の面、こんな形の側面を作ってあげますね。そうですね。この辺から作ってあげるんですかね。こうやって。ここから、こっち側は側面で、こっち側は前面だよ、みたいな切り方をしてあげます。こんな形ですね。この上半身の正中線も一応ここに続いていて、下半身の正中線続いてるみたいな形になっているかと思います。で、ここ側面なので、この側面とこの上半身の側面のこの胸の下の部分からですね、続いているこの面に続いているわけです。上半身側面がここに足りてないので、ここで追加しておきますね。ここに、ちょんと。で、わかりやすいように、オレンジ色の線にしておきましょうか。肩のこの服はちょっとだけ、こう、守ってあげるようにしておきましょう。で、首の正中線も足りなかったので、こんな感じですね。
足してあげます。はい、こんな形で準備ができました。それではですね、体と腰のウェイトをつけたいと思うんですけど、今回この体と腰のウェイトどこにつけるかっていうと、まあ当然のごとくこのまずはこのヒップとボディの棒になるんですけれど、今回はですね、肩を動かし、この腕を動かしたときに、この肩が入るように体がこう奥行きが出るように、奥に回転するようにっていうものになりますので、じゃあこの肩のこいつにウェイトをつければいいかというと、実はそうではないんですね。ちょっと簡単に一回ダメな例をやってみたいと思います。ちょんちょんと。この上半身と、このアームアウターアッパーですね。アームアウターアッパーの棒をアタッチしました。でですね、これで、まあ一応ですね、この腕の棒をトランスレートさせるとですね、一応こう、体が凹むようになるんですね。これいけるじゃんって思うかもしれないんですけど、これ実は罠がありまして、これ回転させると回転しちゃうんですね、体の方が。これはですね、2D アニメーター、特にこのメッシュ使うアニメーターはですね、この一回ぶち当たるような簡単な、すごい初歩的な問題かと思うんですけど、これを払拭するために今回はトランスフォームコンストレイントを使ってリグを組んでいきたいと思います。ではですね、今のウェイトは一回取り除きまして、はい。新しく、ボーンを作ってあげます。ボディのボーンを選択していただいて、作成ツールで、なんかこう、適当な部分に、ちょんと、ボーンを作成してあげます。こちらボディとなってますね。こちらの名前をですね、アームアウター、ショルダー、アームアウター、ショルダー、肩ですね。という名前にしてあげます。そうしましたら、こちらのボーンはですね、この肩の部分につけたいので、このアームアウターアッパーのボーンを選択していただいて、コントロール C、コピーをしてあげます。ボーントランスフォームがコピーされましたの印が出ましたら、こちら、アームアウターショルダーのボーンを選択していただいて、コントロール V、貼り付けしていただくと、この肩の位置にですね、移動する、したのが見受けられると思います。この位置でですね、このアームアウターアッパーと一緒にこのボーンが動くようになってほしいんですね。なので、このアームアウターショルダーの新規トランスフォームコンストレイントで、アームアウターアッパーをペアレントして、設定してあげて、こちらはトランス、アンダーバー、アームアウターアッパー、OK していただいて、しましたら、今回オフセットは一致させません。ミックスのトランスレントの値だけ100にしてあります。そうしますと、こちら、アームアウターアッパーを動かしたときに、こちらのボーンが動くようになるんですけれど、こちらをですね、回転させたときには、今のショルダーのボーンは回転しないようになっています。ギュンギュンギュンと。こうすることによって、この腕を上げたときにですね、この体が一緒に回転しないようにという形にするわけですね。じゃあ同じことをですね、こちら奥の腕にもやってあげますね。作成ツールに切り替えまして、ボディの棒も選択していただき、適当な位置でクリック。この単発の、矢印になってない棒を作成していただきます。そしたら名前をアームインナー、アンダーバーショルダーにしていただいて、こちらアームインナーアッパーのボーンを選択、コントロール C、アームインナーショルダー作ったボーンをですね、選択していただいて、コントロール V をしていただきますと、こちらアームインナーショルダーがアームインナーアッパーのこの根元の部分に移動します。そうしましたら、このアームインナーショルダーを選択したまま、新規、トランスフォームコンストレイント、アームインナーアッパーを選択、頭にトランスアンダーバーとつけてあげましょう。で、OK。で、今回はオフセットの位置はつけずに、トランスレートの値を100にしてあげます。これでアームインナーアッパーが
アームインナーショルダーがアームインナーアッパーと一緒に動くようになっていると思います。回転させたときに回転してないこともこちらですね。確認しておいてください。トランスフォームコンストレイントを使ったときに今までのこのオフセットの位置っていうのを使ってこの位置の調整、位置の差をですね、こちらに当てはめていたと思うんですけれど、なんで今回位置を押さなかったかっていうとですね、こちら、アームアウターアッパーとアームインナーショルダー、アームアウターショルダーの位置がですね、完全に一緒のところがいいからですね。オフセットを使ってしまいますと、こちら、アームアウターショルダーが、もしそのちょっとずれた位置にいたときにですね、このトランスレート100にしても、ここの位置に移動してくれなくなっちゃうんですね。こうやって。この1というかオフセットの値が全部0にすることによって、この位置っていうのがずれていても、このトランスレート100にすると、ここに移動してくれるから、なんですね。なんで今回この一緒の位置で動いてほしいって時は、この位置のボタンを押さないっていうのは覚えておいてください。じゃあ別に位置移動さ、ここの移動させなくても、なんかオフセットじゃない、ここのミックスの値100にすればよかったじゃんみたいなことになるかもしれないですけど、一応ですね、この、なんだろう、ここの位置に移動させておいてっていう方がデータ綺麗なので、一応ここの位置に、アームアウターショルダーの棒を移動させておいてからこれをやってあげた方が後々の処理が楽になりますね。さて上半身の動きはこれで制御できるんですけれど、じゃあ同じようにこの腰を動かした時に腰もこうぐるぐる回ってほしいので、この、こちらですね、両足のレッグインナー、レッグアッパー、レッグアウターのアッパーのもですね、同じことをやってあげます。今度はボディヒップの棒も選択していただいて、作成ツール、適当なところでクリック、名前をですね、そうですね、レッグアウターヒップとしましょう。レッグアウターアンダーバーヒップですね。こちら OK。で、先ほどと同じように、このレッグアウターアッパーの棒を選択していただいて、コントロール C。レッグアウターヒップの棒を選択していただいて、コントロール V。で、レッグアウターヒップがこのレッグアウターアッパーの根元に移動していることが確認できましたら、レッグアウターヒップ選択したまま、新規、トランスフォームコンストレイント、こちらですね、レッグアウターアッパー選択していただいて、頭にトランス、アンダーバー、レッグアウターアッパーとして、こちら、トランスフォームコンストレイントの作成をします。そうしましたら、こちらも一致を押さずに、トランスレートの値を100にします。これでレッグアウターアッパーですね、動かしたときに一緒に動くことが確認できるかと思います。では同じことをレッグインナーアッパーにもやってあげます。ヒップの棒も選択していただいて、作成、適当なところでクリック、名前をレッグインナーヒップですね、とします。そうしましたらレッグインナーアッパーを選択していただいて、コントロール C、レッグインナーヒップを選択していただいて、コントロール V。で、こちらレッグインナーアッパーの位置に移動させてあげます。そうしましたら、レッグインナーヒップですね。の棒を選択したまま、新規、トランスフォームコンストレイント、レッグインナーアッパーを選択、名前を頭にトランス、アンダーバーとつけて、レッグインナーアッパー。で、一致のボタンを押さずに、トランスレートの値を100にします。はい。これですね。はい。これで、体、上半身と下半身の回り込みを制御するための用意ができました。それではですね、こちらの上半身と下半身、ヒップとボディのメッシュにですね、今作った、このショルダーとヒップと、このヒップとボディのボーンをバインドしていきます。では、ヒップからやっていきましょうかね。はい、ヒップのアタッチメントを選択していただいて、バインド、このヒップとボディですね。まずヒップとボディだけ、この順番で
選択して、スペースキーを押していただいて、このバインドの画面から戻っていただきます。そうしますと、このウェイトツールに切り替えますと、このヒップとボディのウェイトだけ自動でついてますね。一回この状態で置いておいてください。そうしましたら、ボディの方も同様に、バインド、ボディ、ヒップとボディの二つの部分だけ選択して、スペースキーを押して、バインドを閉じてください。そうしますと、この自動で、このヒップとボディのウェイトがつきますね。そうしましたら、このボディの方を動かしてみてください。ある程度はですね、こう綺麗に動いてるかなと思いますが、ちょっとお腹凹みすぎてるなってなりますので、こちらのウェイトを調整していきます。アニメーションモードに切り替えていただいて、そうですね、テストボディとしましょうか。新しいアニメーションを作成します。こちらアニメーションウィンドウの右上から、テストアンダーバーボディですね。はい、作りました。そうしましたら上半身を、そうですね、0フレーム目で右に傾けて、ジョグフレーム目あたりで左に傾けてしてあげてください。あんま極端にこんなことやらなくて大丈夫なので、そんなに動かすことはないのでね、こんくらいに動かしてみてあげてください。で、0フレーム目のこのローテーションのキーはコントロール C で30フレーム目にペーストしてあげます。こんな形ですね。はい、このベルトがですね、凹みすぎているところの調整をしたいので、ウェイトツールに切り替えていただいて、こちら、ちょっとボディを、ボディの動きを踏襲してくれるようにします。ウェイトツールで、このウェイトウィンドウからモード追加にしていただいて、強度はだいたいそうですね、10とかにしていただいて、サイズはそんな大きくなくていいですね。60くらいですね。で、フェザーは100にしておきましょう。しましたら、こちら、左下のこの頂点2つ、コントロールキーを押しながらドラッグしていただくとチェックボックスが出ますので、こちらで選択していただいて、ボディの部分をチェックしていただいて、ちょっとずつクリックしてあげます。そうすると、お腹がですね、こう、ちょっと下に下がっていくのが見えるかと思いますね。あんま下げすぎると、今度は、下半身に食い込んでしまうので、あんま下げすぎないようにしましょう。しましたら、こちら、プレビューウィンドウですね。こちらの、プレビューから表示していただいて、このプレビューウィンドウの右上、こちら、クリック、コントロール非表示、現在のアニメを再生でしていただくと、こちら、再生されるようになりますので、おっと。アンドゥで0フレーム、30フレームが消えてましたね。はい。こんな形。ちょっとわかりづらいかな。もうちょっと遅くしましょうか。はい。こんな形ですね。ある程度違和感なくなったかなとは思うんですけど、まだちょっとベルトの方がへこんでますかね。よっ。このように、ちょっと違和感なくなるまで、調整してあげます。今度は右に傾いたとき、こっちが凹みすぎているので、こちらも、チェックしていただいて、ボディが動いたときに一緒に動いてあげるようにしてあげます。こんな感じですね。はい、上半身の動きはこんな感じでいいと思います。そうしましたら下半身の方もちょっと見てあげましょう。下半身、いよいよに見えるんですけれども、ここの動きがちょっと硬いんですね。こちらとこちら。この、ぐにゃっていう凹みがちょっと大きくなりすぎているので、こちら頂点が足りてないですね。なので、設定画面に移っていただいて、こちらヒップのアタッチメントをメッシュ選択していただいて、メッシュ編集からメッシュ編集モードに入ります。しましたら、こちら、さっき足りてなかったこちらの部分ですね。頂点をちょん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 と、左から右に突き抜けるように、つけてあげます。はい、こんな感じで頂点を増やすことができました。こちらですね、防音が回転する、
関節になってる、関節の部分になってるんですけど、関節の部分の頂点はですね、なるべくこう、ちょっと増やしてあげるのが望ましいですね。この頂点が増えれば増えるほど柔らかい動きをすることができますので、関節っていうのは基本的に柔らかく動かすようにしてあげないと、さっきみたいに硬い形になってしまうので、こんな感じで柔らかい変形をするように頂点を増やしてあげるのがいいと思います。はい、下半身もこれで一応できましたと。これでヒップとボディのローテーションについては形を踏襲するようになったんですけど、でもこの肩を動かしても体はまだ動きませんね。なので今からこちら横の振り向きに対応するようにしていきたいと思います。テストボディのこの0から60のアニメーションは一回消してしまいましょう。そうしましたら設定画面に戻っていただいて、このヒップのアタッチメントメッシュですね。選択していただいて、バインド、今度はこちら、レッグアウターヒップ、レッグインナーヒップ、選択と、ここでちょっと、ここですね、アームアウターショルダーとアームインナーショルダーも一応、バインドすることを忘れないようにしてください。こちら、ボディのアタッチメントも同じことをします。バインドしていただいて、今度はアームアウターショルダー、アームインナーショルダーで忘れずに、レッグアウターヒップ、レッグインナーヒップもバインドしておきます。さて、こちら下半身のレッグインナーヒップ、レッグアウターヒップ、上半身のアームアウターショルダー、アームインナーショルダーのボーン、別にこのヒップの、この肩のボーンいらんじゃんとか、このボディにお尻のボーンいらんじゃんって思うかもしれないんですけれど、こちらですね、肩を動かしたときは、その体、上半身全体が動くわけじゃなくてですね、こちら、肩のこの辺までが動いてほしいみたいな感じなんですけど、この、ちょうど腰の部分、この関節の部分に当たる部分ですね、この、ヒップ動かしたときにもですね、一応ちょっと動いたりするんですよね。なので、この離れてる部分なので、いらないかなって思うかもしれないんですけど、一応こちら、この辺を制御するために、バインドしておきます。それは下半身にも同じことで、この関節の部分、この辺をですね、肩を動かしたときにちょっと動きますので、この動いたときに動くようにという調整をするわけですね。はい、というわけで、こちら、ボーン、レッグアウターとアームアウターとレッグアウターですね。動かしたときに体がこう、回り込むようにしたいので、0フレーム目は、こちらの2つのボーンはこのままで、そうですね、30フレーム目くらいで、体の真ん中くらいまでですかね、ちょっと左に動くようにします。で、0フレーム目のキーを60フレーム目にコピーして、こんな形ですね。肩はもうちょっと入っていいかもしれないですね。このボーンにちょっと近づくくらい、このボディのボーンにちょっと近づくくらいまで移動させてあげます。ちょっと下行きすぎてましたね。はい、こんな形ですね。さて、このままウェイトの調整をしたいなと思うかもしれないんですけど、ここで一つ、仕組みを作っておきます。こちら今、肩にですね、トランスフォームコンストレイント、ヒップにトランスフォームコンストレイントをつけたんですけど、こちらでトランスフォームコンストレイントをもう一つつけてあげますね。さあ、何をするかって言いますと、こちらは頭の時にやったことと同じなんですけど、こちら、ボーンを動かした時に逆の動きをする補助用のボーンを作ってあげたのを覚えてるでしょうか。こちら、コンヘッドを動かした時に、このコントローラーヘッドサブが逆の動きをするようにして、顔の立体の制御をしました。で、こちらをですね、この逆の動きをするようにしたときに、このトランスフォームコンストレント、トランスレートをマイナス100の値にしたことを覚えていると思うんですけれど、こちらをですね、この肩にもやってあげますね。このアームアウターアッパーを動かしたときに、アームインナー、
アッパーがですね、こちら横に、こっちが逆側に動くようにというのを作ってあげます。トランスフォームコンソレントを設定したこちらのボーンにですね、新しいトランスフォームコンソレントを設定することが実はできまして、こちらが今回の趣旨の複数のトランスフォーム、複数のコンストレイントですね。複数のコンストレイントを組み合わせるっていうことになりますので、こちら設定画面に戻っていただいてやっていきたいと思います。ではこちらですね。アームインナーアッパーを選択していただいて、新規、トランスフォームコンストレイント、このトランスフォームコンストレイントターゲット選択になりましたら、アームアウトアッパーを選択していただいて、こちら名前、トランス、アンダーバーアームアウター、両腕なんでトランスアームとしましょうかね。で、OK にします。そうしましたら今回は一致をしていただいて、トランスレートの値がまだわかりません。こちらアニメートモードに移っていただいて、今この動かした、アームアウターアッパーを動かした動きに、このアームインナーアウターがどんだけこの逆の動きをしてほしいかっていうのをここで定めてあげます。では、トランスレートの値をちょっと動かしてあげますね。おっと。0フレーム目で。こう。おっと待って。こっちですね。この30フレーム目に移動したときに、このアームインナーアッパーが、これ、どこまで動いてほしいのかっていうのを、ここで表してあげます。79だと行き過ぎてたので、まあ、だいたい40くらいですかね。マイナス40としましょう。はい。こんな動きをするようになります。そうしましたら、このマイナス40の値は、コピーしておいて、で、このトランスフォームのキーは、デリートで。で、設定モードに行っていただいて、このミックストランスレートの値を、マイナス40にしていただきます。そうしましたら、この肩が、アームアウターアッパーを動かしたときに、このアームインナーアッパーが、逆に動くのが、確認できると思います。肩を動かしたときに逆の肩が、こう反対に動くことによって、この体の回り込みを表現したいわけですね。で、同じことをこちらのヒップにもやってあげます。はい。レッグインナーアッパーのを選択していただいて、新規、トランスフォームコンストレイント、レッグアウトアッパーを選択していただいて、ここトランス、トランスアンダーバー、今回はレッグとしましょう。はい。そうしましたら、一致のボタンを押しておいて、アニメ化モードに切り替えて、30フレーム目で、この足がどんだけ逆に動いてほしいかっていうのを、トランスレートの値で、マイナスの値で入れていただいて、定めてあげます。なのかな？こんなもんですかね。マイナス60くらいにしましょうか。はい。こんな感じで動くようになりました。では、この先ほどと同じでマイナス60の値をコピーしておいて、このトランスレートの値は消して、設定に行って、トランスレートの値にマイナス60を。はい、入れてあげます。はい。そうしましたら、こちらですね。アームアウターとレッグアウターを動かすだけで、こちら、逆側の肩と足を制御できるようになりました。で、そうしましたら、先ほど作った、この、レッグインナー、レッグアウター、ヒップと、アームインナー、アームアウター、ショルダーですね。ウェイトを調整してあげるわけです。では、ボディの方からやっていきましょうかね。ボディのアタッチメントを選択していただいて、ウェイトツールに切り替えていただいて、こちら、30フレーム目で肩が入るように
アームアウターショルダーの値をこちらに体につけていってあげます。よ。そうですね、強度は10くらいで、サイズはそうですね、結構大きめ。160くらいにしましょうね。フェザーは100でお願いします。そうしましたら、ちょんちょんちょんと。クリックするように、ちょっとずつちょっとずつ動かしてあげますと、はい、腕と一緒に肩が動くようになりますね。はい。こんな形です。胸がもうちょっと出てるかもしれないですね。はい。そうしましたら、ちょっと体が前に出すぎているので、今度はアームインナーショルダーの値を全体につけてあげて、戻してあげます。さあ、これで、強度は、そうですね。5くらいにしましょうかね。で、戻りすぎた分は、またアームアウターショルダーで、ちょこちょことつけてあげます。こんな形で微妙に微妙に、ちょっとずつですけど、この値をつけていきますね。体の凹んでほしいところと、体の飛び出してほしいところっていうのを自分の中で定めてあげて、調整していってあげます。こんな感じですかね。ちょっと体前に出ちゃいますので、こちらあんまりこの肩をすごく前に出すときっていうのは一緒にこの顔も動かしてあげるくらいの調整は必要になってくるかなと思います。では、同じことをヒップにもやってあげますと。ヒップのアタッチメントを選択していただいて、レッグアウターヒップの値を、そうですね、強度はさっきと同じで10くらいで、つけていってあげます。はい、ちょん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 。こんな形ですね。で、逆に凹んでほしいところは、レッグインナーヒップの値をつけてあげます。はい、こんな感じでできましたと。このベルトとかスカートの後ろとか、あとこの腰のアイテムとかですね、一応これやらないといけないんですけど、一回そのヒップの方の調整、きちんとやりたいので、こちらベルトが一回邪魔なので、非表示にしてあげます。ツリーでこのヒップパーツですね、スロットを選択していただいて、こちら非表示にしていただいて、作業します。今、ウェイトはある程度つけたんですけど、こちら、肩を動かしたときに、この体というかこちら、おへその部分くらいですかね、関節の部分が残されちゃってるのわかるでしょうか。こんな感じで。これがですね、ヒップの方にこの、アームのウェイトが乗ってないからなんですね。なので一回こちら、レッグの動きを押さえていただいて、腕だけ動くような状態にして、こちら腕のウェイトをこちらにつけていってあげます。
ヒップのアタッチメントを選択していただいて、アームアウターショルダーを選択して、アームアウターですね、値をちょっと当てはめてあげます。こんな感じですかね。そうしますと、肩を動かしたときに、この下半身も一緒に動くようになるので、これでちょっとした違和感を払拭できるようになります。と同じことをヒップにもやってあげますね。この30フレーム目でヒップだけが動くようにします。そうしますと上半身のこちらの関節の部分動いてないので、レッグアウターヒップをこの上半身の下の部分に当てはめてあげます。ウェイトツールでレッグアウターヒップ選択して、こうですね。はい。そうしますと、こちら、肩を動かしたときも、お尻を動かしたときも、体全体が動くようになりますので、このような形でウェイトを調整します。今回はですね、ちょっと単純な形だったので、レッグインナーとか、アームインナーのショルダーとかですね、この上半身、下半身に当てはめなく、あんまり当てはめなくても済んだんですけど、複雑な形になったりするとですね、こちら細かい設定が必要になってきますので、かなり根気のいる作業となります。今回くらいの形でも多分最初はかなり時間かけないとできないかと思うんですけども、一応その、なんでしょうね、この納得できるまで、立体に見えるまで頑張ってみてください。ではですね、こちら一段落ついたなと思うかもしれないんですけど、このベルトとスカートの後ろ側と、この腰の後ろのパーツですね。こちらアイテムがまだ残っておりますので、こちらの3つもやっていきます。この3つ選択していただいて、メッシュにしまして、で、上から順に編集していきたいと思います。もうこれはあんま重要な部分じゃないので、トレースで一気にやってしまいますね。はい、こんな形で作成しまして。で、一応その、先ほど言ったボックス、側面と前面っていうのは意識して、メッシュ、頂点を打ってあげます。ヒップスカートバックについては、こちらそんなに動かないものなので、あんまり詳しくはやらなくて大丈夫ですが、こちら前面と側面っていうのは忘れずに表してあげます。で、ヒップウェポン、アンダーバーウェポンですね。こちらも同じでトレースしていただいて、はい、作成ツールで、この前面と側面。こちらについてはこの側面がこんな感じになっているので、この面と、こっちですね。保護して、ちょんちょんと、こんな形にしてあげます。そうしましたら、こいつらは、完全に下半身と一緒に連動して動くので、バインドで、ボディと、レッグアウターヒップ、レッグインナーヒップのバインドをしてあげます。バインド、ボディと、レッグアウター、レッグインナーヒップ、ボディ。バインドの、ボディと、レッグアウター、レッグインナーヒップ。このヒップパーツ、ヒップスカートバック、ヒップアンダーバーウェポンの3つですね。に、このボディと、レッグアウターレッグインナーヒップの3つのボーンをバインドしてあげました。そうしましたら、アニメ化モードに行っていただいて、まずはベルトからですね、やっていきましょう。このレッグアウターヒップの値が当てはめられるように。一緒に動くように。してあげます。ちょっとここで腕の表示が若干邪魔になっていますので、設定の方に行っていただいて、この腕、アームアウター、アッパー、ローワー、ハンドの3つは表示にしてあげます。では改めてウェイトの調整をしていきましょう。今、レッグアウターヒップの方の
値を付け終えましたので、クイーナーヒップで、この飛び出している部分ですね。この部分を戻してあげます。こっちが戻りすぎですかね。そうですね。こんな感じで、体と一緒に割り込むようにしてあげます。では、ヒップスカートバックの方もやっていきましょう。ヒップスカートバックについては、ちょっと、かなり大きく動くので、レッグアウターヒップが、こっち側が一緒に動いて、こちら側がレッグインナーヒップで、かなり凹んでいく形となりますね。やり直します。すいません、レクインナーヒップの方がですね、こちら。トランスレートで動かなくなってますね。これっていうのはコンストレイントがですね、複数になってきたので、このコンストレイントの優先関係が間違ってるからなんですね。なので、このトランスフォームコンストレイントが2つここにあるんですけども、こちら、このトランスレッグインナーアッパーの方が先に優先的に処理されて、その後トランスレッグの方が処理されることによって、ちょっと順番が逆になっちゃってるんですね。なので、こういうときは、コンストレイントのリセットをしていただくと、動くようになりますね。このように、あれ、トランスフォームコンストレイント、IK コンストレイントをセットアップしたのになんか、思うように動かなくなってるってときは、落ち着いて、こちらコンストレイントのリセットをしていただくと、動くようになるかと思います。では、改めて、こちらスカートのウェイトを調整しましょう。さっきレッグインナーヒップの値をですね、スカートに当てはめたのに、このスカートが凹んでってくれなかったんですね。あれおかしいなってなって、先ほどのこのトランスフォームコンストレイントのエラーに気づけたわけです。こうやってなんかおかしいなってなった時、大体このトランスフォームコンストレイントとか IK コンストレイントのコンストレイント系のエラーが起こっているので、落ち着いてさっきのリセットを実行してください。では同じことをこちら、ヒップウェポンですね、にもやってあげます。まずは、レクアウターヒップの値を、こっち側に。やっていただいて、レグインナーヒップで逆側を凹ませてあげますと。こんな感じですね。はい。こんな感じで、設定することができました。では腕の表示を戻してあげてですね、設定画面でこちら腕と足を動かしてみましょう。この体が奥行き、奥にこの回り込むようになったのが確認できるでしょうか。あんま行きすぎると足とか逆側の足とか外れちゃうので、こちらあんま動かしすぎないようにって感じなんですけど、ある程度のこの奥行きの表現ができるようになっているかと思います。はい。では、今回のチャプターではこのようにトランスフォームコンストレイントを2つですね、複数組み合わせることによって体の振り向きを表現する、簡単に制御する仕組みを作りました。次のチャプターではこちらの今のですね、この振り向き
できるようになったことを利用しまして、歩きと走りモーションをですね、もうちょっとクオリティアップしていきたいと思います。それでは次のチャプターへどうぞ。